札内川ダムは、北海道十勝総合振興局管内火星群、中札内村にある十勝川水系一級河川、札内川中流部に築造されたダムである。日高山無役襟も国定公園内に位置する。国土交通省北海道開発局が管理を行う、国土交通省直轄ダムであり、札内川の治水と考え及び水力発電を目的とした。 特定多目的ダムである。道内3位の包み高と15位の貯水量であり、十勝川水系のダムでは、周囲の包み高と3位の貯水量を誇る。歴変原らの再生を目的として2012年により、年に一度フラッシュ放流を実施している。包み港、114.0メートル。包み長長、300.0メートルである。日鉄セメントの港の混合セメントを使用し、 r c d 工法によって施行された重力式コンクリートダムである。ダムで洪水を調節し、ダム下流域の寛外と同時に氾濫を傍受する。総貯水容量、5400万立方メートル、常時満水位標高 L474.0 メートル、利用水深26.5メートルの人造湖である。湖面を上空から俯瞰すると竜のように見えることから、 トカチ竜炭庫と命名。日高山無役エリモ国定公園に指定されているトカチ竜炭庫。ありがとうございます。